西国街道の指標西国街道は、江戸時代における街道の一つであり、近世山陽道の別名である。京都から下関、あるいは九州の太宰府までの経路で、律令時代に王子として整備された山陽道と、ほぼ一致する。競技の西国街道として、道街道の内京都西宮までの区間、あるいは同じく山陽道として、 西宮下関の区間を指すこともある。なお、西国路中国街道、中国路、山陽路などとも呼ばれる。江戸時代には、いわゆる街道が整備されることになった。この街道においては、半領内であっても江戸幕府の道中奉行が支配するなど、再び中央と地方の連絡が国家的に整備されたとも言える。街道には宿場が指定され、神馬の次立を行うと言いやばや、 初代名の宿舎としての本陣脇本陣そして武士や一般庶民などの宿舎であった旗子などが整備された。江戸時代の道路として当時西国街道とも呼ばれた山陽道は京都の羅城門から赤間関に至る道として再整備されたものである。幕府は江戸を中心とした五街道に重点を置く街道整備政策を行ったが、その延長線上に山陽道は 脇王館に位置づけられることとなった。この街道は、道幅に県半と定められ整備された。下関から関門海峡を越えて、小倉へと至ることで、江戸と長崎を結ぶ、幹線道路でもあった。これらのことは、関英十年の幕府巡視史の巡視を契機としたが、官営十二年三近交代制の確立のためにも、重要な街道であった。なお、古障には、 多少の重複混同が生じているが、安土桃山時代頃まで、前日の京都西宮間は山崎街道、そして西宮下関間を、競技の西国街道、大阪天賀崎西宮間は中国街道などと呼称される。長州藩は整備に力を注いだ。慶安2年の長州藩が幕府へ提出した絵図には、山陽道に30箇所の馬継ぎを設置したことが記されている。 京都から下関までのうち、以下のように区分されることもある。西国街道のうち、特に六宿駅、山崎宿、芥川宿、郡山宿、瀬川宿、金曜宿、西宮宿が設けられていた京都から西宮の区間を指して、山崎街道、山崎寺、山崎通といった、大阪を経由せずに、西国へ抜ける脇街道として、 西国大名の参勤交代に利用され繁栄した。なお、競技の西国街道として、この山崎通を西国街道と呼び、西宮伊勢のルートを山陽街道とすることもある。現在、旧街道と並行するように、国道171号が京都神戸間を結んでいる。さらに山崎通とは別に、京都と大阪を結ぶ街道として軽街道があり、東海道とも連結する。 他にも、大阪と西宮を結ぶ、浜街道があり、別名で競技の中国街道、中国路、中国道とも呼ばれた。両者とも現在でも主要な幹線道路のルートとして、引き継がれている、西宮下関までを、競技の西国街道とすることもある。兵庫県内の内出から、生田神社の南まで、街道は、山側と海側の南北二手に分岐しており、山側のルートを、 西国本街道、およそ1キロメートル離れて並行する海側のルートは、西国浜街道と呼ばれた。広島藩では、西国街道と呼称されていたと言われるが、現代において、かつての西国街道や、それに並行する国道、県道等のことを、岡山県内や広島県東部では、西国街道とは呼ばず、旧山陽道と呼ぶ。その理由としては、岡山県、 岡山市、広島県、福山市にかけて、国道2号が、かつての西国街道に並行したルートを通らず、鴨型往来に並行したルートをたどっているためである。幕末の兵庫公開港に伴い、生麦事件のような外国人と、大名行列の衝突を避けるために、石屋川から大倉谷の間を、六甲山中を抜けて迂回する、西国王冠付け替え道が開作された。 兵庫港開港と同日の慶応3年12月7日に開通したこの付け替え道は全長約 33km で総予算額は当時の貨幣で36,189両であった。しかし開通3ヶ月後の慶応4年3月に外国人居留地を正迂回する別の道が設けられるとともに同時期に 明治新政府が発足し参勤交代が廃止された。ため公式に使われることは一度もないまま、慶応4年8月13日付で廃止された。その後この付け替え道はほとんど使われることなく廃れて、いったが近年になり、六甲山系馬や山登山道として、神戸市内の一部分約4 7トルが再整備され、この区間を地元では徳川道と呼んでいる。起点。 西国街道より分岐石屋川半球六甲駅、南、八幡町神戸五国神社蕎麦田山口、蕎麦田峠桜谷分岐森林植物園、東門高陵学園高校生門前引く帰宅、山田町小部鈴蘭大白川高塚山、終点、西国街道より分岐関分9年名同票、山崎役田川氷山氷山塾本人が、 原村瀬川の世界道との結節点。今夜西宮大倉谷加古川沖。姫路勢。城下田島船三石片上藤井岡山板倉。真金ね一律家が原村。旧板倉宿。跡地看板設置川辺屋影七日市高屋。神鍋今津尾道見原本郷四日市。別名最上海田市広島二十家。宿場赤毒が高森毎地予備坂久保市。 花岡徳山福川富海具吉小郡山中、船木優し吉田大月長府、ありがとうございます。